今年最初の取引を前に大熊本証券では手締めで相場の活況を願いました。大熊本証券の出田信秀社長は今年は半導体関連への投資が今後さらに活発化すると期待を寄せました。熊本は TSMC 効果ということで、今年から徐々にその効果もですね現れてくるんだろうというふうに思います。